私は馬娘を、それなりにやり込んでいました。今はもうやめましたが、70万くらい課金して、育成選手以上走っていました。なんとついフェミが、その馬娘に言及した。ということで、これはもう動画のネタにするしかありませんよね。きっかけとなったのは、こちらのツイートです。私は馬娘コンテンツがあまり好きではないのだけど、それはありふれた美少女化しているとか、そういうんじゃなくてその部分も好きではないが、何より競馬という闇深いものを、ポップな女の子表彰で推ししてる部分だな。そもそも動物の過度な擬人化も好きじゃないけどな。動物は動物のままで素晴らしい市場主義なので、そんな原型から離さないと楽しめないのか、というもやつきを感じる個人の感想です。こちらは、自称発達障害、手帳3級持ちの人物の、ツイートです。モロチン、どのように思うかは、人それぞれ自由です。しかしこの人は、自分が嫌いな競馬を叩くために、馬娘を利用している感じがしますね。この元となるツイートからして、内容に首をかしげざるを得ません。そもそもこいつ、馬娘やったことあんのか。っていう、馬娘が評価されたのは、サンディの出来の良さや、競走馬のストーリーを、うまいことエンタメに落とし込んでいる点、女の子の可愛さを追求している点、などですよね。育成がまずすぎる、という致命的な問題がありますが、そこに触れてない時点で、なんか画像とかだけ見て、批判しているんだろうなと、で、このツイートに反応したのが、ついフェミ界隈のレジェンド、郡司雅子様です。私は私をフォローしてきた馬娘ファンを、徹底的にブロックしている、ミソジニー、性差別、搾取の象徴みたいなものに魅了される人とは、対話が成立しないからです。馬娘ファンとは、永遠に分かり合えないから、こっち来ないで、ゾーニングしてくれって言ってるんです。自他境界線の問題を感じる。郡司雅子様は、5万人ブロックしている、などと豪語する、筋金入りのやべえやつです。いや、郡司雅子様。なんか自分はまともで、ブロックする側だと思ってるのか知りませんけど、どちらかというと、周りからドン引きされて、ブロックされる側ですからね。この人、少しでも気に食わないツイートを見ると、片っ端からブロックしているようです。一切絡んでいないのに、ブロックされたという報告が、複数上がっています。ちなみに、こちらのツイートに対する返信が、いくつも投稿者による操作で表示、となっています。ツイッターでも最近、リプを表示にできるようになったんですが、それやると、この返信は元のツイート制作者が表示にしました。って堂々と表示されちゃうんですよね。なので、郡司雅子様が検閲をしまくっている、ということがバレバレです。郡司雅子様のツイートに対する、引用リツイートを一部ご紹介します。主語で返し普通に失礼すぎる。嫌うのは勝手だけど、わざわざミソジニーとか、性差別とか言い出すと余計な争いを生むのでやめてほしい。精神科への受診をおすすめするぜ。トリマ主語のでかいクレーマー気質を感じるので、久々の24しました。ついフェミの方々の中には、若い女性、サンディの女性、二次元の女性という存在そのものが、嫌いな人がいるようです。そもそも馬娘に、女性軽視、性差別、搾取の象徴、といった要素は、プレイしている限り全く見当たりませんでした。郡司雅子様は、馬娘のどの部分が当てはまるのか、ぜひ具体的に説明してください。自分が気に食わないだけなら、素直にそう言えばいいのです。ミソジニーとか性差別だとか、わけのわからない理由をでっち上げるから、周りから失笑されるわけで、郡司雅子様のやっていることは、一方的な意見の押し付けなんですよね。批判意見は表示しまくり、先回りしてブロックしまくり、他人の話を聞く気があるのでしょうか。まあ聞く気があったら、こんなことにはなってないか。最後までご視聴ありがとうございました。